グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、U24 韓国三 6U24 メキシコ東京五輪準々決勝、東京五、東京オリンピック男子サッカー準々決勝の U24 国代表対、U24 メキシコ代表戦が31日に行われ、 6、3、勝利を収めたメキシコが準決勝進出を果てた。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中。メキシコは、ループ A から U24 日本代表に次ぐ2位で、決勝トメントに進出。韓国は、初戦でニュージーランに敗れながらも、ルーマニアに4、0、ホンジュラに6、 レイと対象して勢いに乗りつつグループ B 首通過を果たした。試合は序盤からゴールの脱愛に。前半12分には左からのクロスが折り返し出たところを中央のマルティンが頭で押しんでメキシコが先制する。だが韓国も20分にイ・ドン・ギョンがエリア手前からの強烈なシュートを突き刺して同点とした。 29分にはロモが5、ル前での絶妙なトラップから豪快に蹴り込み、で、メキシコが再び勝ち越し。さらに PK を獲得し、メキシコはコルドバがこれを成功させ、前半3、1のリードで折り返した。後半立ち上がりにイドン・ギョンが、エリア左から自身2点目のルを決めて、韓国が、またも1点差に。だが3分後は、FK から、 マルティンのヘディング団でメキシが2点差を取り戻し、63分にもコルドバのゴール、5、2とリードを広げた。84分には交代出場のエド、アルド・アギーレがゴールを加え、90分にはファンが CK から、ファンの以上のゴールでもう1点返す。K9 ゴールが生まれた打ち合いをメキシが6、3で制し、U24 ブラジル代表の松。 準決勝へ、駒を進めた。得点者、12分0、1マルティン、メキシコ21、1イドンギョン、韓国29分1、2ロモ、メキシコ39分1、3コレドバ、メキシコ51分2、3イドンギョン、韓国54、2、4マルティン、メキシコ63分2、5コレドバ、メキシ、84分2、6エドゥアルドアギーレ、メキシコ90、 一分三六アンウィジョ韓国両。<music>